こんにちは、ラデスター局です。いやー、マリは強かった。勝てば、グループステージ最終戦を待たずに、ノックアウトステージ進出が決まる日本は、中2日で迎えたマリ戦に、初戦から先発を3人変更して臨みました。センターバックに西尾、中盤左の上がり目に、荒木、3トップの右アウトサイドに、山田を起用しました。マリには、今年3月、京都での親善試合で、1-3と敗れていた、長い手足に独自のリズム、危ない場面の連続です。そこに本日の MVP、GK 小久保のスーパーセーブの連発です。193cm の長身でありながら、反応も抜群です。今回は小久保選手にスポットを当てながら、毎度強ザメハンドの判定について、今一度考察します。前半開始12分に、フォワードディアラが、中盤でのボールカットから、スピードに乗ったドリブルで、ペナルティエリアまで持ち込んで、ニアにシュートを放ちますが、小久保右手一本で防ぎました。お次は前半終了間際に右サイドバックのアーメドがミドルレンジからのシュートで日本ゴールを脅かし、 GK 小久保の好反応で日本は難を逃れた。素晴らしいシュート、素晴らしい反応です。前半を0対0で折り返すと、後半17分ペナの中からディアラに再び狙われて GK 小久保が阻止した決定的な場面でした。そしてクライマックスは後半アディショナルタイムに中央からディアキテがシュート。日本は川崎ら3選手がスライディングで阻止に入るところが、シュートが川崎の手に当たったと VAR 判定があり、マリが PK の機会を得ました。マリのキッカーはブンビア、右足のグラウンダーで左隅を狙ったが小久保が反応すると、キックはポストの外へ流れて、日本は 1-0 をキープし、勝利しました。好セーブを連発して、日本のゴールを死守した小久保は、この試合の文句なし MVP であるとともに、前回の藤田同様例代表に必ず呼ぶべきです。今後10年は GK 安泰と言えます。それでは、次の動画見てください。後半11分中盤からのスルーボールを受けて、ディアラがペナルティエリアに持ち込むが、高井がペナの中で対応しましたが、ここで笛が鳴っていてもおかしくないシーンでした。それでは、次のシーンです。先ほどの PK を取られたシーンですが、確かに川崎の腕に当たっています。しかし、いつから手に当たればハンドなのでしょうか。 VAR はレッドと PK の時のみ発動ということです。当然ペナ内のディフェンスファールは PK ですが、あまりに強ザメです。ハンドリングがハンドのファールじゃなかったんですか。川崎はハンドリングなどしていませんよ。個人戦術としてペナ内ではディフェンスが腕を後ろに組むシーンが見受けられますが、時折間違った使い方をする選手もいます。前回のなでしこで視聴者の方から指摘がありました。ごもっとも、 FIFA は早く改善しないと。本当に馬鹿げたルールです。高らかに PK を宣言する審判を見ていると、柔道の第五神と被ります。最後に気を持ち直して、日本のゴールシーンです。いろいろ言われてますが、細谷が競り勝って力強く抜け出すと、ドリブルで切り込んでゴール前へクロス、ファーサイドへ流れたところに佐藤が走り込んで左足で狙った一撃は、どんくさい佐藤らしいシュートでしたが、相手 GK が弾いたところにゴール前まで走り込んできた山本が詰めてきた。相手 DF ともつれながらゴールに押し込み、均衡を破った大連発値千金のゴールでした。日本は D 組2位以内を確定して準々決勝進出を決めた。よほどのことがない限り1位抜けとなり、 C 組の2位と対戦することになります。相手はスペインかエジプトでしょう。エジプトにはアーセナル所属の絶対的エースモハメドがいます。次節イスラエル戦はターンオーバーでしょうから、準々決勝で一発勝負期待しています。さて、今夜は負けられないなでしこブラジル戦です。池田さん、悔いの残らない采配頼みます。ラデスター局は独自の目線でお伝えします。登録してお待ちください。それではさようなら。